作動。作動とは、空中に渡したロープに吊り下げた輸送用機器に人や貨物を乗せ輸送を行う交通機関である。ロープウェイ、ロープウェイ、ゴンドラリフト、スキー場などのリフトなどが作動に含まれる。英語では、エアリアルトランウェイ、エリアルトランウェイ、エアリアルリフト、エリアルリフト、ゴンドラリフト、ゴンドラリフト、ケーブルカー、ケーブルカー。 テレカビーン、テレキャビンと呼ばれている。駅と駅の間に架空したスチールロープ、工作に人や荷物などを乗せるための半機を懸垂させて輸送を行う。路線の途中にロープを支えるための複数の滑車を備えた支柱を設けるタイプと途中に支柱を設けないタイプの2種類がある。後車は前車と比べて支柱の建造費用の抑制というメリットがあるが、 風による陽動を原因にした脱線事故が起こりやすく、過重制限のため半期もあまり多数を同時に運用できないので効率は良くなかった。そのため日本では昭和30年代以降はこのタイプで規模の大きな作動の新設は避けられるようになった。地形の影響を受けにくく、急勾配や急斜面にも対応できるほか、谷などの横断も比較的容易で同じ地形で、 他の交通と比較すると、建設コストを低廉に抑えることができる。そのため山間部の観光地やスキー場など、主に山岳における輸送に用いられる。人員輸送の他にも、建設業や林業などにおける資材や製品の輸送など、産業分野でも幅広く利用される。山小屋や山奥の温泉旅館など、自動車が走行できる道路が通じていない場所へ物資を輸送するために、 専用の作動が作られている例もある。1990年代以降新しい形態のロープウェイ、複式単線フニテルが世界中で普及し始め、2000年頃から日本でも箱根、谷川武史、座オ島で旧来のロープウェイが置き換えられ、運行されている。架空されたワイヤロープに懸垂させた半機をロープによって駆動して、運行する。日本の作動規則。 昭和22年運輸省令第34号、1987年廃止、口述では、架空した削上に半旗を吊るして運送する設備を言う、とされた。削上とは空中に渡したロープのことで、半旗とは吊り下げられている、輸送機器のことである。削上は半旗を支持するための施策、半旗を牽引するための栄策、半旗を支持しながら牽引する支援策に分類される。 公式により異なる。工事半期は箱型やカゴ型のもの、椅子型になっていて乗客が直接座るものがある。箱型やカゴ型の半期は通俗的にゴンドラとも呼ばれる。試作は通常の鉄道やケーブルカーにおける機場、A 作はケーブルカーにおける工作、半期は車両に相当する。ほとんどの作動で電動機を動力源としており、 その電動機は、支点液、または、終点液のどちらかに設置されているものがほとんどである。なお、停電時は使用できないため、ディーゼルエンジンなどの非常用発動機が装備されている。構造上、半機は動力を持たず、電力供給も受けないことが多い。ただし、電力供給については 3S ロープウェイでの例はある。日本は、世界有数のロープウェイの奇数を有しており、 多くは山間部で使用されているほか、都市交通としても導入が検討されている。日本国内では2002年現在、公共輸送システムとして、約3000機が設置されており、年間5億6000人余りの旅客を輸送している。旅客輸送用の作動は、日本では以前は作動規則が根拠法令だったが、1987年に廃止され、 以後は、鉄道と同様に、鉄道事業法に基づいて運営が行われる。同法では、作動事業を他人の需要に応じ、作動による旅客または貨物の運送を行う事業と定義している。作動事業は、原則として国土交通大臣の許可が必要としている。例外は、もっぱら貨物を運送するものや、国が経営する作動の時。こうして、同法で、 鉄道事業ではなく、作動事業に分類されることから、鉄道事業に分類されているトロリーバスやモノレールなど異なり、鉄道として扱われることは、ほとんどない。ただし、図鑑などには、鉄道として掲載されることもある。単に、ロープウェイというと、施策と栄作が分かれている伏線で、人や貨物を乗せる半期にも車輪がついているものを指す。半期に車輪が備わっておらず、 単線自動循環式のものは一般的にゴンドラリフト単にゴンドラ友と呼ばれる。日本において作動は鉄道事業法施行規則第47条により普通作動と特殊作動に分類されている。1997年5月29日の鉄道事業法施行規則改正以前は特殊作動はさらに公主、乙種、兵種の3種類に区分されていた。 ニューヨークでは、都市交通に通勤用、通学用のロープウェイが存在する。オーストラリアの著名なロープウェイにスカイレールがある。地球最古と呼ばれる熱帯雨林を通るルートであり、環境への影響を与えないように、建設には世界初の広報が多く採用され、環境に配慮したロープウェイ建設として高く評価され様々な賞を受賞している。作動は、 スキー場や山間部の観光用に使われる事例が多かったが、2010年代頃から、エミレーツやライニア、シンガポールケーブルカー、ミテレフェリコなど、中、短距離の都市交通として、ゴンドラリフトや都市型ロープウェイ、サンエズロープウェイなどが導入される事例が増えている。都市作動は、従来の交通機関と比べ、以下の特徴があるとされる。 日本でもまだ導入事例はないものの、江東区、汐留有明や福岡市、博多駅博多港、横浜市、横浜駅港未来地区、山下不頭、桜木町駅新港不頭などに、都市作動の計画、構想がある。ロープウェイや、リフトなどの主要メーカー、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。